ジェシー・エリス・リンガードは、イングランド・ウォリントン出身のサッカー選手。ウエストハム・ユナイテッド FC 所属。イングランド代表。ポジションはミッドフィールダー。トップチームにおけるデビューはローンで、レスター・シティに所属していた2012年に飾り、2013から14、シーズンはローンで、バーミンガム・シティとブライトンホーブ・アルビオンに加入し、2015年には、ダービー・カウンティへローンを経験した。 イングランド代表としては U-17 と U-21 のユースレベルの代表を経験している。チェシャーのウォリントンで生まれ、ウィリアム・ビーモントコミュニティ高校を卒業した。マンチェスター・ユナイテッドのユースで育ち、2010から11シーズンには FA ユースカップの優勝を経験し、2011年の夏にプロ契約を結んだ。2012年11月6日、 チームメイトのマイケル・キーンと共に1ヶ月のローンでレスター・シティに加入し、同日に行われたボルトン・ワンダラーズ戦に85分から交代で出場し、デビューを飾った。契約は後に2013年1月2日まで延長された。2013年のプレシーズンツアーに参加する19人のメンバーに選ばれ、2013年7月20日にシドニーで行われた。 エイリーグオールスター戦で2ゴールを記録し、チームも5から1で勝利を挙げた。リンガードのゴールは、デイビッド・モイーズ監督のもとで記録されたチームの初ゴールであった。試合後には、僕は自分の可能性を信じているが、これからはもっと自分を信じなければならない。と述べた。横浜 F ・マリノス戦とスグルス戦でもゴールを決め、4ゴールを記録したリンガードは、プレシーズンツアーにおける、 チームのトップスコアラーであった。リンガード自身はローンではなく、チームに残り出場機会を得ることを望んだが、バーミンガムシティに1ヶ月のローンで加入することになった。直後にシェフィールドウェンズデー戦のスターティングメンバーに選ばれ、20分にクリス・バークのシュートをクリス・カークランドが引いたボールに反応し、トップチームにおける初ゴールを記録すると、13分後にはハットトリックを達成し、 後半には4ゴール目を挙げた。マンチェスターユナイテッドがリンガードのカップ態度を避けることを望んだため、リーグカップ3回戦に出場することはできなかったが、リーグ3戦目のミルウォール戦では、リンガードに対するエリア外のファイルに対して与えられたペナルティキックを失敗したものの、89分にヘディングでゴールを挙げ、4から0の勝利に貢献した。 一跡期限を12月14日まで延長することで合意したが、その後の3試合を膝の負傷の治療により出場することはできなかった。2014年1月1日まで、さらに期間は延長されたが、12月26日に行われたウィガンアスレティック戦で、ジョルディ・ゴメスに対する報復行為により退場処分となり、残りの2試合は出場停止により出場することは、 できなかった。バーミンガムシティは、さらなる延長を望んだが、リンガードはマンチェスターユナイテッドに復帰し、1月11日に行われたスウォンジーシティ戦のメンバーに選ばれたが、出場機会は与えられなかった。2014年2月27日に、チャンピオンシップに所属する、ブライトンホーブ・アルビオンへ93日間のローンによる移籍が決定した。 4月8日に行われたフルスのレスターシティ戦で初ゴールを記録しチームも4から1で勝利を挙げたアルビオンでリンガードはプレーオフも含め17試合に出場し4ゴールを挙げたマンチェスターユナイテッドでのリンガード2014年8月4日に行われたインターナショナルチャンピオンズカップ2014決勝のリバプール戦で 途中出場からゴールを挙げ、3から1の勝利に貢献した。プレミアリーグ開幕戦のスボンジーシティ戦に、スターティングメンバーとして出場し、ユナイテッドにおける公式戦デビューを果たしたが、怪我により、アドナンやヌザイと24分で交代することになり、チームも、ルイハン・ハールが初めて公式戦で指揮を取った試合を0から2で落とした。2015年2月2日、 怪我から回復したリンガードはシーズン終了までのローンでチャンピオンシップに所属するダービーカウンティに加入することになった。2月14日に行われた FA カップのレディング戦で初めてスターティングメンバーとして出場した。2015年10月17日に行われ3から0で勝利したエバートン戦に後半から交代で出場し、シーズンで初めての出場機会を得た。 2015年10月21日に行われたチェスカモスクワ戦でスターティングメンバーとして起用され UEFA チャンピオンズリーグデビューを飾った2017年4月6日クラブとの契約を2021年まで延長した2021年1月29日ウエストハムユナイテッド FC へのローン移籍が発表された4月5日 ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ戦で決めたゴールが後にリーグの月間最優秀ゴールに選ばれた。4月11日、第31節のレスターシティ FC 戦では4試合連続ゴールを決めて勝利に貢献した。その後も活躍を続けて結果が評価され、2021年4月の月間 MVP を獲得した2006年のノルディックトーナメントに出場し、 U-17 のイングランド代表として3キャップを記録している。2013年8月13日に行われたスコットランド代表との親善試合において初めて U-21 のイングランド代表に招集され6から0で勝利したその試合においてネイサン・レドモンドと交代で後半から出場した。2015年に開催された UEFAU-21 欧州選手権ではグループステージのスウェーデン代表戦に交代で出場し決勝ゴールを挙げた。2015年11月にマイケル・キャリックとジェイミー・バーディの負傷に伴う追加招集でイングランド A 代表に初めて招集されたが出場機会はなかった。二千十六年十月八日の二千十八 f i f a ワールドカップヨーロッパ予選マルタ戦で 米代表デビュー2018年3月23日のオランダとの親善試合で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップに出場するイングランド代表メンバーに選出されるとグループリーグ第2戦のパナマ戦ではカーブのかかったコースをついたシュートで1ゴールを決めた。2021年ユーロ2020に向けた33人の代表候補には選出されたが 大会メンバー入りはならなかった。出場大会時アイス代表での得点、ありがとうございます。